す。とりあえず足すってこと。怖いんですけど。50度のお風呂入る。お菓子作りますよ今日は。ミスった町。ミスったお風呂。温度50度ミスった。作りますよ。始まった？始まってるよ。じゃあまずこのクランチからだよね。早速作っていきますね。私忙しいから暇だけど。じゃあ早速作っていきたいと思います。まずこういうチョコレートをお姉ちゃんが自分家から持ってきたので、チョコクランチとクッキーとチョコのリボップなんかよくわかりませんけど、なんかチョコのクランチと普通にチョコ流し込むやつとおうちスイーツクッキーのこれを使ってやっていきます。まずこんな感じのピンクのチョコレートと、あとガーナこんなやつと、あとこれは流し込むやつですね、チョコ。こっちもピンクストロベリーとホワイトチョコだから 1,2,3 個で、これは今からちぎります。なんかとりあえずちっちゃくすればいいらしい。私バレンタインさガチで作ってなかったじゃないですか。だからガチで作ってみようかなと思って、いや本当はあのピーマンの肉詰め作ろうと思ったんですけど、なんかお菓子甘いの食べたいなと思って、でも買ったら怒られそうだからあの作ります。でこれはすごい結構待って、でかいの多いわ。ちょっとちっちゃくします。お菓子あんま私作んないじゃん。作れるかな。とりあえずちっちゃく砕いていきます。でもお菓子作りってさむずくない？あの普通にご飯だったら、あ、適量、目分量で適量にポンポンってやっていいけどさ、あれやん、なんていうのね、なんていうんだっけ、適量じゃなくて、あ、お菓子作りは適量じゃダメじゃないですか。なんかちょっとあの熱くしすぎちゃったりしたら焦げちゃうしさ大変じゃん。とりあえずこれを、500ワットの40秒だったかな、知らんけど、そのぐらいでやっていきます。500ワットの時間、40秒。500ワットの40秒でいきます。これは、あ、これも待って、これもちぎれるよ。これでもちぎったらなんかやばそうだからちぎりませんけど、とりあえずチョコクランチは私はやっていきます。チョコクランチはここの犬の頭これですね。かわいい。このハートのやつと、何これ、なんか三角形間違えたみたいな。あ、ダイヤだ、ダイヤやります。え、全然溶けてない。とりあえず500ワットでやってます。三角形間違え、ダイヤでした。ダイヤ、ダイヤとハート、かわいい、ハートちゃん。これはあのこのフレークを、このフレークのやつを粉々にしました。粉々？潰しました。こうやって
溶けてない。ちょっと混ぜてみて。ちょっとなんかこれ焦げちゃったりするらしいから。あ、待って、でもあとちょっとかな。まあこんな感じです。ちょっと固形、固形、あ、でもこれいけんのかな。これ余熱でやります。10秒。そうです。じゃあ続いてはこちらを、ストロベリーをチンします。見て、さっき固形だったね。こんな感じになりました。あ、溶けてるかも。ママも手伝ってくれ。ママじゃなくてお姉ちゃんです、手伝おうとしたら。お菓子作りはね。あ、でもいい感じじゃない。いい感じ。ちょちょちょ、いい感じ。モームスさんのまだですね、こっちは。丸いわ。そのまま食べたらこれチョコドリンク。強く扱ってないよ。かわいそう、結婚式次の日。すいません。え、これ同じの誰かあります？フランフランのディズニーのこれ、フランフランのディズニーのこれ至急特定してください。え、どうする？くっつけんの？そんなお気に入りなの？売ってんのかな？え？破片入ってないよ。危ないって入ってたら。入ってないよ。入ってたら。どうすん？え、もうチョコないよ、うち。じゃあこれダメです。じゃあ、はい、どうぞ。作り直しです。作り直し、作り直し、うえー、え、作り直しします。ストロベリーあるよ。こんぐらい。なんか気まずくなりましたな、だって全然。まあでもあのスプーンにはね、縁がなかった。あ、このチョコレートの方がなんか固まってるわ。チョコ溶かしたね。チョコ溶かしただけ。すごい練り持ってる。フランフラン見てみます。
売ってんのかな。でもあれ確かに可愛いわ。え、あれ何、ティーカップ、ティースプーン、え、30万、3、2年前、ないわそれは。2、3年前。まあマグカップとあれがセットのやつかもな。ね、そういう感じだよね。ちょっとでもディズニーとコラボのやつだから普通に売ってなさそうなやつをぶっ壊してしまいましたまさかの、もうすごいドロドロこんな感じです。まあこんな感じで2つができたということで、てんくんダメよ、てんくんで、これに流し込みますだよね。あ、そうだ、これ混ぜるんだね。半分、半分。で、おいしそう。ザクザクしてそう。こんな感じで混ぜて、もう一個出そう。めっちゃ混ぜ合わします。こんばんは。量産型ですね。だって量産型ですか今日。量産型コーデ、蛍光色。うん？ああそういうことね。もういい感じかも。いや美味しそう。でこれを流し込んでいきます。こんな感じ。もうちょっと入れます。これなんて言えばいいんだろうね。回してる感覚的に言えば、なんか石、なんかあの泥団子作ってる感じかな。感覚的にはマジ泥団子。いきます。じゃあピンクハート、ピンクハートっていうか普通に、てんくんてんくんてんくんダメよ、ハートに流し込みます。おいしそう。てんくんどうしたの？てんくんダメよチョコ食べたら。ハチはちゃんと見て。いいじゃん。え、あ、やべね、美味しそう。さっきこうやったらね、割れた。そりゃ割れんだ。
もうちょっと細かくしてた方が良かったかな。昨日は姉の結婚式でした。なハチも出ました、結婚式に。でも途中で帰りました、私が連れて帰った。やっぱね、人が多いと疲れちゃうから一緒に帰りました。じゃーん、こんな感じ。え、美味しそう。とりあえずこれを詰め込んでいくんですよね。え、ピンクのハート絶対可愛いんだけど、見て、美味しそう。できてる、これ。ね、思った。あと1個かな、こっち。ギョンギョンで。これ簡単だね、バレンタインとか。あ、またホワイトデーじゃん、もう。そういえば。じゃん。こんな感じです。空気抜かなくて大丈夫？抜く、抜く。こうやってこれで抜けんだ。15161クランキーチョコみたい。あ、そうそう、あのディズニーのさ、お土産みたいな感じじゃない、言っちゃえば。天くん退場されます。ね、初暴走の事件を教えてあげて。いや、もう怖くて教えません。言って。もうやんだ。言って。ママ言って。言って。もう手震えちゃうもん、またこうやって。いいよ。いいよ。ねえね、知らない。あ、ねえね、知らないんだ。なんか結婚式あれ行くときにおばあちゃん家に。ハチを預けてて、でそのおばあちゃん家が階段になってるんですけど、おばあちゃん家がね住んでるところで、でその階段からバーってハチが脱走して、で私道路までね走って。嘘でしょ、マジだよ、やばかったよ。いや、マジ死ぬよ。で、れいちゃんもめっちゃさ、ドレスとか着てんのにさ、そのドレス姿でダッシュしてんの。で、部活動の高校生が、え、追いかけてますかみたいな。で、あーいみたいに言ったら、あーいって言って、って言って、確保しましたけど、どこまで走った？ばあちゃん家のあの道路の奥まで。やばいよ、ハチだから。やばいよ。いや、そうだよ、マジで。そう、開けた瞬間にドレスでダッシュ。いや、本当にね、いや、マジであの部活生表彰したい。追いかけてくれて、で、そのまますぐ帰っていった。どこ？そう、それも何も言わずにね、パッて帰ってたの。超イケメン紳士、ただの。で、ハチも、え、え、なになにみたいな。で、あ、すいません、僕ですかみたいな感じで帰ってきた。
いつものあれ。天空かな。これさ、チョコレートでコーティングするんだよ、なんか。うん。何が出たんだろう。それトントンとしてる空気。こっちもダイヤ型美味しい。あ、もうこれね、だって美味しくなくなるわけないもん。私何も作ってないから。これここでいいの、ラップとかしなくて。じゃあとりあえずこれは一旦電子レンジでまた溶かさないといけないわ。このちっちゃいさ、このちっちゃいこれがまた、この2つ、これをまた溶かします。とりあえず今日は溶かしまくる。チョコ固まっちゃってる。あ、ちょ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 50度。これ大パパに。もう一品。え、今日3品。今日3品作ります。これとりあえずまだ触んない。チョコで、で最後に作るのがこのクッキー。クッキーむずそう。クッキーめっちゃ時間かかりそう。ね、これです。これも。ちょっと少なかったかな。あ、でも肉球だからいいんでしょ。うん、水拭かないと。こちらです、ホワイトチョコ。こんな感じです。クッキーは少し手間だね。あ、待って、ちょっと窓ドロドロしてる。なんか病院の消毒の匂いする。これで、で、この肉球に、この肉球にやります。緊張の時がやってきました。この白、肩置いて、この白を違う、早速失敗。
これいいじゃん。てかさ、ケーキ屋さんとかすごくない？毎日こんな神経使う料理してるとか尊敬ですわ。これ今肉球のあの交差1,2,3,4でボンって真ん中にある。でその1,2,3,4の部分を今この細かいからこの箸でやってます。箸でチョンってやってチョンチョンってやってるところです。あ、でも割り越しうまいかも。いや、見せれない。見せたいんですけど落ちちゃう下に。いいんじゃないね、これでいいんじゃない。でホワイトチョコを流すと一瞬ね、こんな感じ。あ、やば、落ちた。で、上から流し込みました。いきます。え、このさ、このなんかさ、真ん中のここ、え、真ん中もだよ真ん中もらしい。ミスった。これめっちゃ時間かかるよ、真ん中。いや、いいいいいい、明日遊ぶ友達にあげる。ちょっと舐めてたよなでも友達だから大丈夫。てんくん、オッケー、かわいい肉球。じゃん、肉球です。商品じゃん、こんなん。いただきます。え、絶対美味しいじゃん、これ全部。こんなすごいでかいサイズになっちゃう。こんぐらいかな、棒が入んないか。あ、そっかそっか、棒が入るまでやって。やば、失恋ショコラティエのさやこさんじゃん。さやこさん作ってる？さやこさん作ってませんよ、松本潤さんが。すごいじゃん、いいじゃん、いいんじゃない。いきます。これ最後にさやったらいいかもね。いいんじゃない。もう取れてる。よし、パティシエに見えてきた。いや、そうですよね。なにこれ、え、ひも壊れてんじゃん。味が出ていいね。よし、これで固めますと。あ、空気抜きます。まあいいよ。オッケー、じゃあいきます。いい感じ。ああ違いましたよ。
やっちゃいました、藤園レイちゃん。で、続いてはビッグイベント、一番メインのクオキーを作っていきたいと思います。クオキーを作ります。バターは常温で柔らかくしとけよ。メインイベントです。まず卵、リータそれクッキー牛乳いる？いらないよ。何もいらないよ、水分ないよ。卵1個 40g って何？ 10g ってこれ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 1個が 10g らしいので 1,2,3,4 だってこれ1個が 10g だもんね。私観察能力優れてる。これ使ってね、私いなくなってもマーガリン。これちょっとチンしようかな。チンも。今日のご飯何？夜ご飯クッキーもしかして、うん、ママに紐直し、そう 40g です。これ柔らかくできない。あ、電子レンジの場合は20秒間だって。2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 怖い。あと10秒。クッキー晩ご飯。昨日はお姉ちゃんの結婚式でその後に餃子を食べに行きました。3つ。ゴムベラでやるらしい。一緒に混ぜるんだって。何何言ってよ。いや溶けてるか見るから。溶けてるって、溶けてるって、ほらほら見て私の指。まあいくつになってもね、子供は子供ですよね。お母さんこんな子供やだろうな、マジで。あ、待って待って、ゴムベラでやるの秘密。いきます。あ、溶けてる溶けてる。あ、そうだ、卒業発表して家族に初めて会ったんですよ。
そうなんです。かわいい、邪魔だな。これバターとさ交わることあるの？この生地一生交わんなそうなんですけど。結構相談してたの？だって相談したっけ？もうしてたよね。まあ、ちょいちょいだね。ちょいちょい相談してたって感じ。そう。寂しい。怒られんかった？全然怒ってないよね。そうした方がいいと思うようだったよね。そっちの方がいいと思いますでした。賛成？賛成って感じ？まあまあね。まあこのタイミングでいいのかとかいろいろ考えましたけどね。賛成どうなんだろう。じゃあレイちゃんの考えを尊重してくれたって感じだって。まあそう、まあね、 AKB の状況とかって言ってます。いやそうだよね、まあ、心配ですもんね。お母さんとか深くうなずいてます。これちょっと生地1個になるまでって相当、手でやっちゃダメかな。いやお菓子作れる人ほんと尊敬だわ。なんか終わりが見えないじゃん。生クリーム作るにしてもさ、え、何時に行くの？帰ってきたでしょ。まだ帰ってきた。え？さっき帰ってきた。あ、カオくんか。何言うの？カオくんのこと、あなたの方がやばかったよ。うん、私カオくんって言ったの。あなた名前言ってたよ。怖これ生地1個なんの？マジで。なりそうなりそう。なんかね、まあ、こんな感じなの。なんかまだなじ、なんかみんな個人個人な、学級始まったばっかりのクラス替え後みたい。この記事え？卒業式から。卒業だよ。もう卒業。え、卒業式のさ髪型どうしよう。あの道枝さんいるじゃん、いつも髪の毛やってくれてる、はい、道枝さんや。あの鹿児島のさ、はい、美容師表参道のその方がセットしてくれるって。だから行くんだけど、朝何にしよう。ハーフアップ系か。でもポニーさ、こないだ昨日結婚式でさやったじゃん。なんだろう、ハーフアップかな卒業式。
卒業式でどうしよう髪。何でもいい。何でもいいよね、もう誰も見てないよマジで。レイちゃんの髪。この台所も見えなくなるなんてだって。確かに。確かに次見れるのいつだろう。いつ帰ってこよう次。コンサート終わってから。でもコンサートね、卒業公演がいつになるかって感じだけど、あのチームエイトのラストコンサート終わって、で自分の卒業公演の日まで日数があったら一回帰ってこようかな。もしもう日数なかったらね、いた方がいいもんな、あっちに。もういいのかなこれ、結構一個になってきたけど、こんな感じです。結構いいよね、なんか一個になったらいいって書いてた。天くんまだ何もしてませんみたいな顔して、今結構ね、あのあれよ、卒業式の合唱最後みんなで歌った後ぐらい仲いい。だんだんね。でクラスメートがまた、でクッキングシート、クッキングシートどこだっけ、そこだ、クッキングシート、クッキングシートのこれをダイソーで買ってきました。オープン、あ、やべ、オープンできないじゃん。なにこれ、もうさ、こういうの本当に苦手なんだよね。ね、待って、お菓子食べたら絶対太るんですけど。クッキングシートを引きます。可愛くない？英語のクッキングシートなの、めっちゃおしゃれ。あ、そうじゃん。でもここの上でやるでしょ。え、ここ？やったからシート引いてて。このテープいるじゃん。なんて書いてるかなだって。これなんか当たり障りないこと書いてんじゃない。販売停止なんないように知らんけど。でこれでこ、え、待って、ここでこねるんだっけ、あ、伸ばすんだねん、伸ばします。じゃん。え、ベトベトなんだけどいいのこれ、見て。え、冷蔵庫で15分ぐらい冷やしてだって、扱いにくい時は。さすがにこれは扱いにくいです。これはちょっと広げて冷蔵庫で冷やします。ちょっと今生地がこの棒にねめちゃめちゃついちゃって、あの伸ばしたくても伸ばせない状況なので、一旦冷蔵庫で10分ぐらい、15分とかくらい冷やしたいと思います。どうしよう、一旦冷やします。
腹すいた。あ、これ直した。この卵とか直しちゃいます。一番上が温度高いんだよね。あ、低いんだよ。からこの、あ、これ粉つけるんだって。でもなんか木の粉ついてるよ。片栗粉、薄力粉、ここに。あるっけ。さっきあった。硬い。この粉なら。心なしか心なしか歩調は速くなってゆく思い出消すため。カントリーロード。そこそこそこ、これ下そこあ、これそう塩コショウだ。違うってレイちゃんの手につけたらいいんだ。今つけなくていいじゃん。今ならいける気がしてきた。薄力粉つけました。薄力粉って何味なんだろう。じゃん、白い。かわいそう、ママ、こんな娘で。もっとさ、教育頑張ったはずなのに。間違えた、私、本当に。これ食べてみよう。このなんか失敗したこれ、これ食べよう。見て、これ失敗してるよ。なんでまだってみんなが味見してってから。あ、かっか。失敗するってある。それで硬っ。あれ失敗なの。でも味普通に美味しい、うん、美味しいよね。もうでも固まっちゃってるんだ。これこれ入れるの、これ結構入れるの、ちゃんと入れないと。こうやってさ、待って、こうやってさ、ちょっと待って、これ友達にあげられないぐらい汚いもん。やめた方がいい。え、失礼。失礼に当たります。やっぱ私痛いって。きっと、あ、こんにちは。今配信してます。ねーねの旦那さんです。昨日結婚式をしてました。あ、いいじゃんのこの子。あ、綺麗、美しき。はい。このなんか外側のこの汚いやつは取ります。で、わりかしいい感じじゃない？見て。でも普通にデパートに売ってそうだけどな、これ。このね、このね、なんかね、汚いんだよな、普通に。美味しいんだけど汚い。美味しいんだけど汚いです。でもねーねはめっちゃうまいですよね。あれ作るの。れいちゃんはねーねに全部吸い取られたから。
この流し込むのでさえ汚いっていうね。楽しかったですか、結婚式。楽しかったです一緒に一度。いや楽しそうでしたもん。ご飯美味しかったし。全然ご飯食べれなかったけどね、俺らは。あー、そっか、写真とか。そうそうそう。いや緊張して食べれなそう。でも結婚式ね、一生に一回だからいいですよね。無事終わってよかったでした。よかったです。そう、鹿児島、そうだから鹿児島に帰ってきたんですよ。あのねえねたちが結婚式するから、それで帰ってきてやってきました。私はそのタイミングだから、なんでこのタイミングってみんな思ったよね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。いや大人って感じですよね。まだちょっとベタついてるかも、クッキー。なのでクッキーはまだしません。これですよ、サクッとクッキーミックス。これ本当にサクッとすんのかな。オーブンで17分で20枚。20枚も食べれるかな。でももうあと伸ばして、このさっき片栗粉薄力粉つけたやつで伸ばして、で伸ばしたら型で抜いて、で型で抜いたらもうすぐ秒です、すぐ終わる。で焼いて終わり。焼くの待つ、みんな焼くの待たないってなったら私は配信を終わります。でも20分も待つよ。20分待ちます。すぐできる。20分、すぐかな、すぐか、すぐですね。待ちます。まあ私の体力問題です、そこは。私がまだ元気だったら待ちますけど、元気じゃないよってなったらとか、ご飯の状況次第で。もママとパパで出かけるんですよ今から。だから私一人ぼっち。じゃあこれさっき無理だったやつを伸ばします。薄力粉がうまく効くのか、それとも効かないのか。あ、待って、薄力粉結構いいかも。よし、いきます。伸ばしていきます。伸ばせるか、待って、まだベタついてるかも、ちょっと待って。薄力粉、薄力粉登場しました。あ、いいじゃん。これどんぐらいの厚さにします、みんな。待って、クッキーとかマジ作んないからさ、うまくいかない。いや、うまくいってますよ。薄力粉をとりあえずのぶす。それラップ引いてゴロゴロする。あ、そうなの。なんかさっきやりはりました。こんぐらいかな。あ、できてんじゃん。ですよ、食べる。あ、行くんだもん。ラップちょっと薄くしたら、ラップ引いて。ご飯ね、めと一緒に食べてる。何？え、お金ちょうだい。お金ちょうだい。これ何で拭くの？ご祝儀か。食べ放題だ今日は。え、何時に帰ってくる？え、めっちゃ時間かかるじゃん。ウーバーする？出前しよう。あ、待って、あの美味しいピザ食べない。食べる。寿司園さん寿司園さん、あ、寿司園さん今日定休日。ん、
火曜日か。寿司園さんあったじゃん。はあ、あそこよ、あの回んないお寿司。待って、ねえでさ、アマゾンでもなんかあったよね。なんだよ、ありがとう、藤園だっけ。プレゼントを届けします、藤園。懐かしい。え、あそこのあれにする？ピザ。いや、こんぐらい厚さ。結構均一だよ。やばい、携帯 10% なのでダッシュでします。やっほー、そう、携帯 10% なので今から死ぬ気で作ります。ねえねえねえ、これどっちがどっちだっけ。こっち、このなんか二重になってる方が下。二重になってない方が下。こっち、うん、了解。今からダッシュで作ります。ちょっと薄いんじゃない。いや、ちょっと携帯の充電がやばいので急いでます。ダッシュで作れ、藤園。めっちゃべちょべちょなんだけど、大丈夫？間違えたのは最悪。やむわ。クッキーべちょべちょって、そんな傾きにしないで手で丸めて。ね、クッキーべちょべちょって何？怖っ。だってもう足見て、こんなんでこれでも焼くわ。このでかいやつにしようかな。この友達にあげれないぐらい下手くそだ私。え、夜ご飯ピザ？え、ピザにしようよ。そういう気分じゃないか。ちょっと後でかも。そうです、もうね、手で丸めさせていただきます。手で丸めていきます。いいなだってでしょ。そうですよ、藤園家にお嫁、あ、藤園家と結婚したら幸せですよね。幸せですよね。幸せです。言わされてる。幸せです。幸せです。だってちょっとパパがあの癖強いぐらいで、結婚したその時。まあでもそんなもんですよね、娘だし。知らんけど。でもパパ昨日泣いてたよ。手紙のシーンで。それも始まる前から泣いてたよ。手紙。
知らん。感動したんじゃない近くに行って。パパって泣くんだね。でも結構泣いてる人多かったかも昨日。あの友達がね、友達さんたち。泣いてた泣いてた。涙もろいよ。やっぱ心が綺麗なんです。これで焼いて終わりです。盛り上がった方みたいな。焼きます。ついに焼きます。170°で15分から17分。じゃあこんな感じで終了します。また出来上がったのは写真アップしますね。じゃあみんなありがとう。バイビー。ちょっと充電やばいのでありがとうございます。またあげます写真。バイビー、ありがとう。